まもなく1番ホームに通勤急行池袋行きが10両編成で参ります。黄色い線の内側でお待ちください。まもなく1番ホームに通勤急行池袋行きが10両編成で参ります。黄色い線の内側でお待ちください。武蔵栗沢、お出口は左側です。
丘、次は狭山ヶ丘、お出口は右側です。次は小手差しです。始発の通勤準急池袋行きをご利用のお客様、乗り換えください。通勤準急池袋行きは向かい側1番ホームから7時45分発です。小手差し、お出口は左側です。始発の通勤準急池袋駅、ご利用のお客様はお乗り換えください。
西所沢、お出口は左側です。すいません。西武球場前方面、ご利用のお客様はお乗り換えください。今度の西武球場前行き橋を渡りまして、2番ホームから7時51分発です。ご乗車いただきましてありがとうございました。次は所沢、出口は左側です。この電車は通勤急行池袋駅です。次の所沢出ますと東久留米まで止まらずに参ります。通過いたします秋津清瀬と新宿線をご利用のお客様をお乗り換えください。この後参ります通勤準急池袋駅は降りました3番ホームから7時53分発です。下りの新宿線下り各駅停車本川越行きは市を渡りまして1番ホームから8時分発上りの通勤急行西武新宿行きは向かい側2番ホームから7時52分発各駅停車西武新宿行きはその後54分発です。お忘れ物さえませんようご注意ください。所沢に到着をいたします。駅改良工事行っております。工事期間中はご迷惑をおかけいたしますがご協力をお願いいたします。
通過する秋津、清瀬と新設線をお乗り換えください。この電車は通勤急行池袋行きです。お昼は雪が降りましたから、続いて車内の中ほどまでお進みください。通勤急行池袋行きますです。前のお客様続いてご乗車ください。通勤急行池袋行きが閉まります。続いてご乗車ください。ドアが閉まります。ありがとうございます。この電車は通勤急行池袋行きです。この先止まる駅は東久留米、大谷、大泉学園、石神公園です。お客様にお願いいたします。ただいまの時間、この電車の一番後ろの車両は女性専用車両です。女性専用車両は女性のお客様のほか、小学生以下のお客様、体の不自由なお客様と介助者のお客様にもご利用いただいております。ご理解とご協力をお願いいたします。またリュックサックなどの大きな荷物をお持ちのお客様は、前に抱えてお持ちいただくか、網棚をどうぞご利用ください。周りのお客様へのご配慮をお願いいたします。
東久留米お出口は左側です。東久留米の次は大谷に通ります。通過いたします。ひばりが丘においでのお客様はお乗り換えください。この後に参ります。各駅停車新木場駅は降りました。ホームから7時59分発です。
は大泉学園、次は大泉学園、お出口は右側です。電車とホームの間、広く空いている場所がございます。降りの際は足元にご注意ください。出ますと、次は終点の池袋です。通過する各駅と豊島園、有楽町線、不都心線、東洋路線をご利用のお客様、お乗り換えください。
いただきましてありがとうございました。まもなく池袋終点です。1番2番ホームに到着をいたします。お出口は左側から先に両側が開きます。車内にお忘れ物ございませんようご注意ください。西武線をご利用くださいましてありがとうございました。